どうも、小柳建設株式会社の代表を務めます小柳拓三と申します。今日は、経営理念っていうところのちょっと話をしたいなと思って動画を作成させてもらってます。きっと新卒の学生さん、または中途のでも転職者の方もそうだと思うんですが、会社を自分で入社したいなっていう会社を見つけるときに結構こう判断に迷うことってあると思うんですね。でそんな時に、これ少しアドバイス的なあの動画になると思うんですが、その判断軸となるものとして経営理念っていうものを、その企業さんの経営理念っていうものをちょっと見てほしいなと思っています。というのも、企業の経営理念っていうのは、その会社の例えば判断軸であるとか、存在意義とか方針のようなものが載っています。ですので、まあ、総じて価値基準と言えるようなものでしょうかね。でそういうものが載っています。でその経営理念というものをこう紐解いていくと、英語で言うとミッションのようなものになるっていうふうによく言われるんですけれども、で、経営計画がビジョン、まあ、それを掘り下げていったものなんですけども、でその経営理念というものが、非常に自分の価値観と合うかなっていうのを見るのに非常にふさわしいものになると。だから判断できるかな。例えば一つの事例として、弊社小柳建設の経営理念というものを、ご紹介させていただくと、まず弊社の方では3つのメッセージとして出させてもらっています。で1つ目が社会貢献で、もう1つが従業員の幸せ、そしてもう1つが、まあ、会社を後世に伝えたいという上での、こう伝えるにはやっぱり教育が必要だよねという、この3つのメッセージを込めています。で例えば弊社小柳建設がテクノロジーを使って、また、DX を進めよう、要はデジタルトランスフォーメーションというものを進めようっていうふうにやっている根拠となっているのが、やっぱりこの経営理念なんです。事業を通じて人類社会の進化発展に貢献するって言ってるわけなので、そうした人間人類の進化発展、また社会の進化発展していくには、その道具の進化や、考え方の進化が必要ですよね。だからテクノロジーを使いましょう、 DX していきましょうということで、マイクロソフトさんと組んで、ホロストラクションであるとか、またその価値判断 もうどんどん変えていって、コミュニケーションの仕方自体を変えよう、働き方を変えていこうということで、そんな取り組みをさせていただいています。でそして2番目に従業員の幸せというのを掲げてるんですけれども、これよくいろんな企業さんで同じようなこと言ってるじゃんって思われるかもしれないんですけども、ここもまたあの皆さんが判断していただくこうものでもあると思うんですけれども、あの実際にそれをやってるかやってないかっていうのも、その企業さんで掲げてる言葉通りなのかどうかっていうのを判断してもらったらいいと思うんです。で弊社ではやっぱりそうした DX や、テクノロジーっていう、ものを使って実際にその成果ですね、会社としての成果を出していく。でだからそれに伴って皆さんの報酬を高めることができる。でそれを目的に、仕事をやっていこうではないかと。でそれが当然お客様のためになり、従業員のためになり、そしてチームであるその会社のためにもなるよねというのが我々の考え方です。でこうした中でそういう考え方や技術、そういうものを後世に伝えていこう、でそれがメッセージの中に込められているということでございます。ですので総じて、まあ、経営理念というのは我々今ほどあの話すお話しさせていただいた通り、価値基準として、経営の判断ですね、いろんな判断しなきゃいけないことがあったときに、私は経営理念をベースにやるべきかやらないべきか、取り組むべきか取り組まないべきか、行かない、それを判断させていただいています。ということで皆さんもこの経営理念というのを皆さんもまた判断していただいて、企業さんと自分の価値観が合うか合わないか、そういうものを、自分の中でこう確かめていっていただいて、
決定してもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。では、最後に弊社で SNS 等もやらせていただいてますので、リンク貼っておきます。ぜひ、弊社の動向を見ていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた。